皆さんこんにちは、衆議院議員の平井卓也であります。今日は渇水問題について皆様方にご報告をさせていただきたいと思います。すでに6月の第1週から高松市、宇多津町、三豊市ではですね、減圧給水という事態になっています。全体として第2次取水制限という事態になりました。昨年も渇水問題は我々大きな問題であったんですが、昨年は梅雨明けからその渇水という状況になりました。今年は渇水問題が顕在化するのが昨年より早いだけに、我々本当にいろいろ手を尽くしていかなければならないと考えています。また渇水問題が香川県だけの問題ではなく、特に松山市では夜間断水というような事態にもなっています。それぞれその自主水源、また水の問題については状況が違いますが、西日本全体で今年は渇水という問題が大きくなっています。そこで先週6月12日金曜日に渇水対策関係省庁会議が政府内に設置されました。国土交通省、農林水産省、厚生労働省が一体となって渇水問題に対処していこうということであります。また都道府県でも、特に徳島県、香川県、そして愛媛県では渇水対策本部が設置されています。この問題は本当に我々の生活に直結する問題ですから、早く解決をしなければならないと思います。一般的に渇水は10年に一度というのが政府が目指しているレベルであります。私は香川県を20年に1回の渇水のレベルまでその問題を解決をしていきたい、そのように思っています。そのためには自主水源の新たな確保、これは川川ダム、また調整池等の整備が必要だと思います。また加賀用水の利用、また徳島県との水問題に対する協力等々を国のリーダーシップによって四国全体の水の最適化を図る観点から、例えば渇水調整基金のようなものを設置することも一つのアイデアだと思っています。私は弘法大師の時代から多くの県民が悩んでいる渇水問題、私の政治生命をかけて終止符を打ちたいと思います。そのために国土交通副大臣の時から研究してきた成果をぜひ政治活動の中で生かして皆様方に喜んでいただきたいと考えています。今年の渇水対策にも全力を尽くしますが、必ず私が渇水問題を解決したいと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。